おはようございます西田渡ですで4月10日、いやごめんなさい、4月11日日曜日ということですね。ごめんなさい、前日に収録しているものですから、最近ね、ちょっと前日収録ものが多くてね、皆さんごめんなさいね。まあでも、早速ね、どん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 、あのー、いつもはね、余計なこと話してるんですけども、サクッとね、えー、どんどんお話していきますね。今日はね、EOSR ですね。こちら、EOSR のお話し,しようと思ってまして、えっと、やっぱりね、EOSR、RP っていうところが、やっぱり皆様がまずはね、キヤノンのカメラ、 あえー、ミラーリス一眼っていう風になるとまずは候補に入ってきてるかなっていうのが率直な感想っていうところで僕もねやっぱり皆様が求めている情報っていうのもやはり出したいっていうところで EOSR、えー、をね最近ちょっとずつ使ってまたね使い始めてるんですよ、まあ、基本はで、ね、も EOSR5 ねですねこちらがメインにはなってるんですけれどもこっちを使い倒しているのを 踏まえてよするに R を使っていくといいところ悪いところが見えてくるっていうところでね今最近ではね R もまたちょいちょい使ってるんですよね。でね昨日なんですけれどもこの組み合わせえっとこちらですね。 RF-2405 超スタンンダードのコンビですよねこの EOSR が発売されたと同時の一番スタンダードセットとされているもので今これで撮ってみたらどうなんだろうっていうところで家族と散歩しつつね、えー、と息子とかをちょっと撮ってきたんですよでまあ率直な感想から結論から言うとねもうやっぱり R5 使ってると 正直 R5 使ってるとちょっとデータとかをね見ながらセレクトしたんですけどやっぱもうちょっとねえっと古いなっていう感じがしているっていうところ古いなっていうのはねあのまあ描写がやっぱりね 5DMark4 の延長線上にあるっていうことで EF システムのえっと延長線上の移りだなっていうところとやっぱり R5 のデュアルピクセルシモセーフ2その 動体性能ですね子どもが動いているところをどん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 取っていったりとか瞳 F の食いつき方とかの精度っていうところではね R 使ってカメラ任せでちょっとお願いしたりすると意外と外すなっていうのがね率直な感想でしたね特にこの RF、ER、の2405との組み合わせっていうところでもね、うん、率直な感想だとやっぱちょっと外してるしピントが合ってたとしても何て言うんですかねやっぱりため息が出るような 解像感とといいうところは、えー、乏しいかなともちろん、うんまあ、RF の24105なんでねこれが RF の50の1.2とか2870の F2 とかをつけるとまた違うね世界が見えてくるとは思うんですけれどもやはり皆様 がが一番リアリアティがあるコンビってこの辺ですよね RF24105F4 と 4SR というところまあこれを組み合わせて新品で買うと30万ぐらいで買えるかななんですがえー、っとやっぱり R5 でガンガン運用してたりまあ僕の場合だと、あのー、RF の 51.2RF2870F2RF85F1.2 とかっていうところで結構目が超えてる、えー、っとデータを 触ったり見てたりすると、まあちょっと心もとない。ですが、記録したりとか、思い出を残すには必要十分っていうところ。まあいろんなレンジが取れますからね、2405はね、特に。で、特にね、あのもう一点ね、いいなと思ったことが1点あります。やっぱりこちらですね。もう最近僕はハマりまくっているこちらなんですけれども、はい、ライコンのね、アポズミクの50。これとかをつけて、で、えっ、ー、と、マウントアダプターですよね、こちらが。 レイこちらレイクオールと呼われるねメイドインジャパンの,あのマウントアダプターを R につけて、えー、と高級なレンズ100万のレンズつけてってなると、まあ、まあ100万じゃなくても別にいいんですけどマニュアルレンズフォートレンダーとかでもいいと思うんですが実を言うと EOSR と R6 を比べた時にね マニュアルフォーカスでフォーカスを合わせていくっていう風になると実は EOSR6 よりも R の方が、ね、正直ファインダーの性能では実は R6 の方が応答速度動き物に対してはいいんですけれどもあの R の方が、ね、マニュアルでちゃんとピントを取るっていうピントの山のつかみやすさでいうと R の方が上って感じなんですよね。 えっと物によってはね、マゼンタカプリが出ちゃうんですよ、オールドレンズつけ,つけたりするとね。ですが、最近のある程度ね、非球面レンズが入ってるような、最新のね、例えば、フォークトレンダーとかでも、新しめのレンズとかをマウントアダプター系で、EOSR でつけて撮るとね、多分ね、楽しめるんじゃないかなと思ってます。なので、僕はもしかしたら EOSR、まあ僕はね、R5 はもう完璧です。もう、もっと EOSR よりも、もっとね、マニュアルレンズつけた時も、 マニュアルつけた時もめちゃくちゃ合わせやすいですしっていうもうこれが一番とにかくこれ変えたらもうね R5 変える人はもう絶対買った方がいいっていうのがもう間違いないですがやっぱ中古で13万ぐらいで買えるマシンでやっぱ気になるまずはミラーレスを体感するっていう意味ではねやっぱああ良あるいいよなあと思えるとで 写りに関してはやっぱりこの 5DMark4 よりもいいかなっていう感じぐらいっていうところですかねやっぱりこの R5R6 あたりの解像感見ちゃうと一つ改造性能とか描写っていうのがちょっと懐かしいなっていう感じが来るなっていうところですねまあやっぱ感覚的には3年前ぐらいの描写力っていう感じですがいいレンズつける例えばこれとかね 100万円のレンズとかをつけたりすると結構ドキッとするような描写がやっぱ出てくるなっていうところでいいレンズを使えばやっぱりこれも答えてはくれるけど R5 ほどではないっていうところでどの辺で皆様がね折り合いをつけるかっていうところが非常に重要な要素かなと思ってます現状僕のぶっちゃけた感想で言うと RF の2405これいいレンズですよで e o あるとくっつけるとちょっとね今の僕のマインドだと 結構重いわけですよ正直これで、えー、700g こっちが 600g なんで 1.34kg ある装備をわざわざ持ち出して取ったにもかかわらずこのぐらいかっていうのが正直な感想なんですよね。なののでで最近の僕ですと例えば R5 に まあ、もちろんこれ、ね、便利なズームですからねもちろんそれのメリットはあるんですけども正直50のターンとかをつけてこれで 1kg ぐらいの装備でねふわ,ふわっと、あのー、取りに行くと 300g730 ってことで 1.1kg ぐらいかなこれぐらいで取りに行ってすごくね もう本当にため息が出るような描写が吐き出てくるわけですよねなので僕の場合は一番の,あのモットーが軽くとにかく軽く映りがいいというところを目指してねスナップしているというところが <laughs> 自分の中でのテーマだったりするのでねなおのこと1 4キロぐらいの装備で行くのであればまあズームとはいえもうちょっと,え、えー、と描写頑張ってほしいかなっていうのがね正直な 感想っていうとところかなともちろんねローとかで追い込んでいけば美しい描写も出てくれるかなとは思いますが R やっぱ R5R6 を知ってるユーザーの方が。 R に戻るってなるとファインダーが意外といけてるからマニュアルフォーカスで合わせたりする楽しさ喜びみたいなところの操作してシャッターを切るとこういったところでの組み合わせになると意外とね EOSR って面白いカメラなんだなとあのハードウェアとしての作りが実はいいカメラなんだなと事実上この背面のモニターねこれは R6 よりも精度は高いで一応 R6 の方が EOSR よりも この覗いたファインダーはいいとされてるんですがもちろんねカカカカカって連射した時のコマ落ちとかはもちろんないから圧倒的に R6 がいいんですがこの1枚を撮るっていった時のマニュアルフォーカスとかでそのピントの山のつかみやすさみたいなところは EOSR の方がね意外と良かったりするんですよね。これねこの間ジェット大介さんとねあのツイッターでやり取りした時にジェットさんもおっしゃってて実を言うと R5 まあお使いなんですけれどもジェットさん、ね、でイオサール自体のファインダー悪くないよねっていうお話をあのジェットさんもされててジェットさんもねかなりこうマウントアダプターをつけてマニュアルレンズとかでねいろんな遊びをされる方なのでイオサールもねそういったボディとして使ったりされてるみたいなんですよねそういった時に僕とね結構同意見で僕もあの もうこのね、最近はこれをベンチマークとしてますからこれのアポズビクロンをつけて、えー、とそれぞれのカメラがどういった描写をするのかっていうところで逆に、ね、EOS R だけでなく EOS RP も、ね、実を言うとピントの山ぶっちゃけつかみやすいですねあのデフォルメされて236万ドットのファインダーなんですけれども 結構デフォルメされててね合わせやすすいんですよ、ね、あのコントラストをきっちりと強く出してくれてるのかっていうところなんですがピシッとね合わせてくれて意外とねドンピシャのピントが来てくれるっていうところなので、まあ、結論としてはうんと EOSR を使う時にはえっ、ー、と RF2405 1よりかはむしろ EOSR の時はねもはや RF35mm の F1.8 の STM とか短玉とかね あとはなるべくいいレンズを使いましょうというところなんですがそこのレンズに手を出すんだったら R5R6 っていうところに行きたくなるというところでねうんと e o あ r 今現状の僕の感想ですよ RF システムで EOSR で組んでいくってことになると若干そろそろ写り自体は 古くななってきてきるかなですがマニュアルレンズ遊びするとフォクトレンダーとかでね意外といろんなレンズ出てますから最新のね、えー、40mm の F1.4 とか56万ぐらいで買えたりするのでマニュアルこういったねあのマウントアダプター経由であのこうマニュアルレンズ遊びこうピントをねあの 手動で合わせていくとそういった遊び方するときの,あのベースボディとして今後ね EOSR を使っていったりまあ僕はね今 YouTube はほとんど R5 で撮り始めてますけれども今まではずっとね EOSR で撮ってましたからバッテリーの持ちがやっぱりね今日も撮ってたんですけれどもえっと LP6NH かで撮ってましたけども R5 だったらねもう半分以上なくなってるなーって思う時でも今日ね4500枚撮ってたんですよこれでバンバンそれでもね1メモリぐらいしか減ってなかったから正直電力消費っていう意味での,あのこういった効率ですねこれが強いっていうのも一番の魅力かなと思いますとにかく電力消費が少ないのでバッテリーの持ちがいいムービーとかもそうなんですがえと配信用でね R で配信してるときとかね、本当にバッテリー持ちますからね、この省電力で、省電力設計か、そういったところもね、一つ、予算の魅力かなと思ってますね。R5 はとにかく電池を大食いですね。これはもうね、素直な感想。半日ガチでムービー回した、えーと、写真撮るとかってやると、もうほぼね、1本はなくなるのはもう絶対間違いないっていうところなので、その辺のね、電力消費も。 もう少ないっていうのもね、予算 R の魅力なので、総合的に判断してね、皆さんもお買い求めいただくといいかなと思います。ダークホースはやっぱりよす RP、よす RP 悪くないですね、正直ね、10万円で新品買えてっていうところ、なので、よす R の有用性っていうところは、これからもね、深掘り僕自身もしていこうと思っておりますから、ただ今日のね、2405、そしてよす R っていうところの組み合わせっていうところでは、最近の僕自身のちょっと目が肥えすぎてるというか、 ちょっとね、こういったあの超高級レンズでガンガン撮影している関係もあってちょっと弱いかなっていうふうに感じてしまった次第ですね。<laughs> というところで皆さんも今日も「スカイカ h にお過ごしください。それでではまた。西田あた,でした。しどうも。